認知症キャラバンメイトの下鳥利幸です。内田信子です。川村由紀子です。認知症は脳の働きが低下することにより記憶が抜け落ちたり徘徊や幻視、見えないものが見えたり幻聴、聞こえない声が聞こえたりなどの症状が現れます。また時に暴力的になるためなどの問題行為が現れ日常生活を営むのが困難になってしまうことがあります。物忘れ、誰にでもあり年齢を重ねると若い頃より多くありますがそれだけでは認知症とは言えません。例えば今朝何を食べたんだっけと思い忘れしましてもそうそうおにぎりとお味噌汁だったんだわと後で思い出すことができるのはただの物忘れになります。しかし認知症の物忘れでは朝ごはんを食べたこと自体を忘れてしまい日常生活にさまざまな支障を出してまいります。認知症の原因の代表的なものとして脳卒中による脳血管性認知症と脳の萎縮によるアルツハイマー型認知症とがあります。他に頭をぶつけたことによる慢性硬膜下血腫、脳腫瘍、重度の貧血や栄養障害、薬の副作用なども原因となることがあります。また認知症と間違いやすいものとして生活環境やストレス等により起こるうつ病や繊毛があります。認知症とは対処方法や治療の仕方が異なりますので注意が必要です。そのためあれちょっと変だなといった初期のサインを見逃さず心配なことがあれば早めにかかりつけ医を受診し専門医療機関への紹介をしてもらうことをお勧めします。初期のサインとしては身の回りを気にしなくなる、今まで好きだったことへの興味や関心がなくなる、以前より怒りっぽくなる、ガスの火をたびたび消し忘れる、物の名前が出てこなくなったなどがあります。認知症というと高齢者の病気と思われがちですが実は若年性認知症といって65歳未満で発症する若年性認知症もあります。全国で 37,800 人の方が若年性認知症と推計されていて現実にはその3倍以上にも及ぶと言われています。若年性認知症の初期症状には人のお名前が覚えられないとか物忘れが激しいといったものがあり毎日忙しい40代や50代の人たちにとっては見逃されがちです。年齢の若さからまさか自分がもしくは家族がという気持ちが働いてしまい早期発見早期治療のチャンスを逃がしてしまうといったことも少なくありません。認知症は早期に発見し早期に治療することで症状を軽減させたり進行を遅らせたりすることが可能になります。対処が早ければ早いほど
本人はもちろん、家族や周りの人の負担も少なく、住み慣れた地域で自分らしく生活することが可能となります。皆さんご覧になっていかがでしたか。物忘れを年のせいだと楽観視せず、早めのかかりつけの先生や専門の医療機関に相談することをお勧めいたします。来月は介護予防サポーターのについてご紹介いたします。どうぞご覧ください。